はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。ミヒトです。本日もモンスターハンターワールド攻略をやっていきたいと思います。本日攻略するモンスターはクシャルダオラになります。クシャルダオラでございます。このモンスターかなりね、めんどくさいモンスターであります。飛んだり跳ねたりね、はい。で、まずはですね、弱点がありまして、弱点になるのが、雷と竜属性、こちらが弱点になります。はい、そして必ず持っていくもの、これが閃光弾とその調合素材である光虫ですね。ですね。そして、竜属性が弱点と言いましたが、毒属性の、ね、武器が、ね、効果的でありますね。はい、これかなり効果的です。はい、この2つは、ね、忘れないように持っていきましょう。そして、こちらの、ね、モンスターの特徴なんですけども、風まといという、ね、特殊な状態になることがあります。この時はもう近づくとですね、風圧でよろめきやすいです。ですので対策としては毒属性の武器で無効化できます。はい、あと頭の破壊でもね、効果的ですね。そうですね、頭を破壊すれば風圧が軽くなるので、ね。はい、こちらをまたね、動画の方で説明していきたいと思います。あと空を飛びますので、閃光弾で対策していきましょう。こいつ空飛んだらなかなか落ちてこないんで、もう閃光玉が必須なんですね。あともう一個ありましたね、眠るエリアですね。はい、あそこはもう竜巻が複数発生するので、できるだけ戦いを避けたいところですね。はい、ただ爆弾はありですね。そうですね、わざと寝かせて爆弾を置いて、おはようございますです。ですね。はい、そして、最後が、何だったっけ、その眠るエリアなんですけどもね、滑空の装備を使うことができる場所があるので、その滑空の装備を利用してモンスターに乗るのもありです。はい、これらに気をつけて今からモンスターを買っていきます。それではレッツゴー。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。では早速戦っていきましょう。まあ支給品ボックスのものはもらえるだけもらっていきましょう。ご飯食べた？ご飯は食べてきております。今回ちょっとね、ご飯食べて体力150のはずなんですけどね、装備品のスキルの効果で体力130というね、安全策を取っております。うん、よく意味わからんけど、じゃあまあモンスターのとこに行くまでにね、効果薬と鬼神薬、これは僕の戦い方なんですけどもね、やっていきましょうか。うん、しかしさ、すごいよね、あの猫ね。猫、あんだけ料理できるってね。ああ、料理長か。うん、猫もね、ちゃんとこうしつけしたらあんだけのことができるってことやね。いや、できるようになるのか。なんかやってみた動画でやってみたいよね。きつくね、まず猫を飼うとこからやど。にゃーみたいなね。さて、ここにクシャルダオラさんがいるので。虫かよ。もうモンスターと戦ってるんでな。これがクシャルダオラですね。はい、今回毒属性のチャージアックスを持ってきていますので、あ、これこの竜巻がめんどくさい、うん、プラスこの竜巻やった時は、クシャルダオラさん飛んでいますので、閃光弾で叩き落とするとね、結構こいつ起き上がるまで時間がかかるんで、もう超出力属性解放切りを叩き込んでいきます。高出力属性解放切りね。さあ、噛まずに言えるかな。超高出力属性解放切り、超高出力属性解放切り、言えるんかい。オッケー、いい感じですね。これで、頭をピヨピヨさせたので、このまま連撃をやっていきます。今回装備品の方でね、レウスの防具が4つあるので、武器攻撃すると弾かれないです。お、いいね、いい感じにダウンがレウスされてる。ダウンね、今ね、ダウンです。もう連続ダウンなんでね、ボコボコですよ。いくぞ。でもこうやってさ、モンスターをさ、はい、ね、倒すって気持ちいいよね。気持ちいいね。やっぱ攻略を知ってるのと知らないのは全然違うからね。ね、初見ですとか言ってさ、初見で行っちゃった時ね、いきなりやられちゃうもんね。そうですな、初めて行った時はそれ何回か死んどと思いますよ。うん、よし、閃光弾、よし、あなたぶち込むのみです。これ閃光弾って誰が考えたんやろね。閃光弾、先生が考えたんじゃないかな。閃光だけに、いいのかこれで。いやー、俺多分ね、お葬式の人って言ってほしかったね。お閃光ですか。まあどっちもどっちやな。縁起が悪いわ。よいしょ、オッケー、いい感じにダメージが入っている。あ、やばい、不動の装備の効果が切れたんで、体力の装備で防御力の方を上げておきましょうか。
これでね耐久がすごいよね。この羽の生えたトカゲみたいなやつってさ、ドラゴンのことかな。うん、いくぞ、いただきます。まあ尻尾が切れるやつイコール全部トカゲ説ってありますから。うん、これ尻尾あの V 破壊あんのやっぱり。もちろん壊せます。おっとまた竜巻注意報、竜巻注意報。まあこういう時は落としましょうと思ったけどうるさいですね。アキさーん、あ落ちろ。あれ下に落ちたね。あのなんかバグってるお前どうした、クシャル。なんかあの壁の中に残ったねクシャルさん、バグ取りますがな、上がれないみたいなね。どうしたクシャルよ、これバグ報告しなきゃダメか。これクシャってるっていうんやろね、きっとね。クシャってるのか、新しい言葉がここに生まれた。 OK 大丈夫、まだ大丈夫。結構超高出力属性解放切り叩き込んでるけど、まだ足引きずらないかな。高出力属性解放切りってなかなかやねもう一回するか、早くて言葉大会。おっとこれ竜巻注意報ですね、落ちてもらいましょうか。 OK こいつかわいそうやな竜巻出そうとしたら落とされて、かわいそうっちゃかわいそうやけど、これが戦い方というものなので。なあうるさーい。いやーすごいね。いやーチャージアックスなんですけどもね、今作かなり強いと思うんですよ。あチャージアックスといえばさ、はい、あの羽生結弦君もチャージアックスが好きらしいよ。見たいですね。もしかしたらフレンドになれるかもしれない。それちょっと期待してます俺その時ゆずるって呼んでみるわね。マジで、うん、恐れ多いわゆずってお前にゆずるみたいなね。そこでボケるか。おっとこの方向はどうだ。これ竜巻注意報ですね。あ違かった、ごめんなさい今の違う方向やったなまっすぐ飛ぶ竜巻でした。いくぞ。切れ味ゲージはねちょっといい感じに保っときたいんやけど、もうこいつしょっちゅううるさい。やめてやめて。あ体力の装備も切れた。あこれ竜巻注意報落ちろ。よし竜巻注意報してすぐに落とすとちょっと竜巻の近くに落ちるんで、うん、ちょっと攻撃しにくいんですけど、超高出力属性解放切りだと遠くまで少し飛ばせるんで。超高出力属性解放切りやと。はい残念今のわざと噛んだんやからね分かってるよ。俺言えるんやから高出力解放切り。言えてねえじゃん。ちょっと待ってくれ、ね、結構今回飛んでくれるんですよねクシャルさんが。飛んでくれるね本当ね。先行弾なかったらめちゃくちゃきついんですけど、今回超高分までちゃんと持ってきているので、そろそろ家に帰ってくれてもいいんやで。先行の先制攻撃みたいな感じだね生徒の正当防衛でもするか。おいいね、これは寝かせに行きましょうか。子守唄か。子守唄クシャルダウナに子守唄は通用するのか。やめろそれ、まっすぐ飛ぶやつ。方向違いやったね。方向違いでした。方向音痴かみたいなねクシャルさん方向音痴です。よいしょ、まあ、さすがにまだ死なないと思うけど。 OK早く帰らんかな。ちょっと帰る場所の説明とかもしたいんですけど。あの眠る場所のこと。はい眠る場所の説明したいんで、ちょっと帰ってもらうに困るんですけどね。なんか攻撃的ですねこのクシャルさんは。帰りたくないみたいなね。アキさん、はいはい、アキさん帰す気ないやろ。ダウン取ってるんですが、アキさん倒さないでね。あのアイルーの方が強い説アイルーがモンスターにとどめを刺すっていうのはよくあることやからさ、ちょっとあーまたぶっちぎり出てるよ。ちょっとだいたいね、俺に指示しようっていうのが間違ってるよ、ね、だって今作ではアキさんが猫なんだもん。あこれ念に向かってます。おじゃあ先に寝るところを行きましょうか。にで待っといて目の前で寝るのを待つみたいな感じ。はい待ちます。あでもこれ間に合うかな。あ間に合いませんこれか。あの多分着いた頃には寝てますね。あそう、はい、滑空の装備っていうのをちょっとね、使おうと思ってもさすがに一気にピューってジャンプできるわけじゃないので、ここではここは虫を使って登っていきます。でもいいよね、あの何やったっけ、方向虫、方向シルベ虫かな。あシルベ虫か近かったな、惜しかったなアキさん51歳。この辺ね、お爆弾 G 置いて、この武器ならではの超高出力属性解放技量をぶちかましていくぜ。おやすみなさいと
討伐完了です。はい。で一応ね最初に説明したねことが一通りできたんじゃないかな。そうですかね。はい。あの先行で落としてね高出力解放切りやって高出力属性解放切り。超高出力属性解放切り。超高出力属性解放切り。ブックオフかよ。ブックオフかよ。またそのネタ。ということで、攻略の方はこういう形でやっていきます。先行弾で。下に落としてで竜巻の時は近づかないと。はい、そうですね。そして眠る状態にして眠った時には爆弾でとどめを刺すとね。まあ、はい、本当はとどめ刺すつもりはなかったんだけどね。まあね、もうちょっともうあまりにもフラフラになりすぎてたね。はい、皆さんも一度試してみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。